ヤン・インゲン・ホースは、オランダの医学者、植物生理学者、科学者、物理学者。最も知られている業績は、植物が二酸化炭素を吸収し酸素を放出する過程で、光が不可欠であることを示すことによって、光合成を発見したことである。生前には、1768年に、ウーンのハプスブルク家の人々に対して、首都を成功させたことで最も知られており、 その出来事の後、彼はマリア・テレジアの個人的な相談相手かつ人意ともなった。1730年にオランダのブレダで出生。1753年にルーベン・カトリック大学で医学博士号を取得し、さらにライデン大学で学ぶ。1765年にロンドンで開業医となった。1772年にはオーストリアのマリア・テレジアの G。 ウィーン宮廷会議の一員に就任した。1779年にイギリスに戻り、王立協会の会員になった。1799年9月にイギリスのウィルトシャー州ーボーウッドで死去した。高い首都の技術を持つ医者としても評価されていたが、植物生理学の実験で植物の作用などの研究もした。1779年には、 ジョゼフ・プリーストリーの発見を受け継ぎ、光の存在によって、植物の緑色部分が空気を浄化していることを発見した。また、動物だけでなく、植物も細胞呼吸をすることも発見した。その他、大型静電発電機や熱伝導の研究でも知られている。ありがとうございます。